どうも、小杖です。今日はスタンピングしてグラデーションネイル作ってみました。ジェルはすべて100均で手に入るものです。地爪にはベースコートを塗ります。ではスタート。薬指です。キャンドゥのダークレッドを2回塗ります。このジェル、とっても細かいラメが入っていて可愛いです。2回塗りました。キャンドゥのプレート、100均のマニキュアを使います。リアルタイム、どれくらいのスピードで作業しているのか参考になさってください。スクレーパーでこするまでは実はあまり急いでません。この後スピード勝負です。柄の向きや位置にあまりこだわりがない場合はキャンドゥのスタンパーを使っています。これが一番よく転写できます。ネイルと横に並べてだいたいスタンプする位置を決めます。端っこから転がすように、そして上下にうねうねさせるようにスタンプします。地爪にやる場合、コットンウッドスティックに除光液を浸して周りのマニキュアを取っておきます。ダークレッドでグラデーションしていきます。根元の方にちょこっと置きます。下から3分の1くらいのところですかね。ワッツのブラシでぼかしていきます。時々ブラシについたジェルをキッチンペーパーで拭いています。縦筋が気になったら往復ビンタします。ちゃんとぼかせたかな。また同じようにやります。気持ちいい。さっきの3分の1よりも狭い幅に塗ります。またワッツの筆でぼかします。往復ビンタ。トップコートで仕上げます。薬指完成です。ここから親指です。基本的に薬指と同じ作り方なのですが、残念ながらこのプレート、親指を全部カバーできるぐらい大きくないので、さっきの薬指とはちょっと違う雰囲気になりそうです。こんな感じで下の方がカバーできないんですよね。チェ。ダークレッドでごまかせるかな。ワッツのブラシ、このブラシめっちゃお気に入りです。またダークレッド塗ります。トップコートで仕上げます。
完成です。下の方バラがないの気になりますか？薬指と見比べてみます。まあ大丈夫かな。他の指にもダークレッドを2回塗ります。キャンドゥのハードラインジェルで塗り付け、キャンドゥのパーツをつけていきます。ベース&トップでコートします。トップコートで仕上げます。完成。中指にアートしていきます。親指と薬指の色合いに合わせたいので、ダークレッドでグラデーションしていきます。境目ほとんど分かりませんね。このワッツのブラシの作業もいらないかもしれません。色味を合わせるためにもう一回やります。下の方が濃くなったところでスタンプしていきます。キャンドゥのこのバラでもいいな。ちょっと大きいバラが欲しかったのでシーインのプレートを使ってみます。キャンドゥで買ったメタリックなマニキュアを使います。ブラシが衝撃的なことになってますけど、セリアのスタンパーを使っています。おお、なんかゴージャスな感じになりました。トップコートで仕上げます。中指完成。指にのせるとこんな感じです。ダークレッドってクリスマスカラーのイメージが強かったんですけど、重ね塗りすると素敵なワインレッドになりました。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画で。